エクスカリバー、どうも、ダリです。ユージです。はい、今回の動画はですね、先日行いましたパリについてちょっとね、2人でちょっと語っていきたいと思います。はい、ぶっちゃけ僕はリアルタイムでのレースだったり見てないので、SNS での結果報告だったり、今回はね、このスイマが届いて、今回のスイマが各レースの優勝者について載ってたので、そういうのもすごい参考にしながら、しっかり勉強してたなりにいろいろ僕は聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず今回のパリについての感想、感想ですか。まあ、開催してすぐにこう分かった問題点で、水深が 2.2 メーターしかなかったっていうところ、そこが結構こうね、ネットでも物議を醸してたんですけど、やっぱりその浅くなることで受ける影響っていうのは、実際国内で僕らもレース出たりするんですけど、実際2メーターあればそこまで影響を受けないと思うんですよね。ただ、オリンピックとかああいう国際大会レベルになってくると、水中のカメラが、なるほど、そう、あるのが邪魔やったんじゃないかなとか。確かに、うちのモットーもね、ジャパンオープンかなんかの時に水中のカメラに一蹴り手当たったとか、お前それ絶対嘘やんとか言ってたけど、でも実際にそういうのもあったっていうのを聞くんで、泳いでる選手からしたら結構ストレスの要因の一つになったのかなっていうのは思いました。はい、ね、選手村にしろいろんなニュースが、チェッコン選手もね、池江選手もね、なんか選手村のことだったりいろいろ、ね、不満がね言ってることもあるので、どうだったか本当のことはよく分かんないんです。ニュースが大げさに取り上げてたりするんで、この環境が良くなかったのかなっていうのは個人としては思った。パフォーマンスそこまでこう、抜きんでて速いっていう選手があんまりいなかったかなっていうのも、今回の、ね、大会オリンピックシーンも世界記録少ない。オリンピックシーンはそこあったかな。世界記録で言えば潘展樂選手の 100m 自由形ですよね。メダル獲得数は載ってます。記録がどうっていうことは、こういうところに一人一人の優勝者のところにワールドレコードって書いてます。だから1500の、アメリカの選手がロバート・フィンケ、フィンケ選手が、ソン・ヨウ選手が持ってる1500の、世界記録を更新してました。14分半、ラストの100が55秒2、ラスト 50m を26秒27でまとめ、2012年自立の世界記録を 0.0 秒35更新で連覇。すげえ、1500のラストで26秒2で帰ってくるって意味がわからないですよ。やばいよ、そこまでイージーで泳いでたのかね。だって国内で100のフリー早い人が24、26、50秒とか、すげえよ、どんな練習してるんやと。1450泳いでラストの50、26秒めちゃくちゃ早いな。そうだ、俺も100のレースの後半で全然そんな出せんないね。その結果だったのと、あとは中国チームが4×100 の男子のメドレーリレーを、僕アメリカが負けたの久しぶりに見たなって思うぐらいの感じ。3年ぶりって、なんかそれも騒がれてたね。なんかちょっと個人的にアメリカファンなんで悲しかったなっていうのと、でもちょっと反転だと調子良すぎたな、あれは。45-9は追いつけないよねみたいな感じでした。なんかいいよ、調子悪かったけど、リレーは良かったね。でも最後57秒、真ん中ぐらい。自分の持ってる実力から言ったらもうちょっといけたのかなっていう感じはするんですけど、男子の位置ぶれなんか見ててもこう面白みに欠けるというか、
59秒0で決着があったんで、推進なんででもどれだけってあるんやけど、ね、200だってマルシャンはそんなにね、普通に速かったし、あんま関係ないんじゃないかなと思うんですけど、単純にそのコンディショニングの部分なのかな、あのユージがさっき言ってたみたいな感じで、選手村の、なんかね、フランス以外のチームで米国が入らないので、本当か嘘か知らないですけど、それだとやばいよね、やばい。まあ、何個人としての熱かったレース、一番熱かったレース、なんかまあもう、ね、バックの選手だからバックがいいかもしれないけど、他にも何かあれば。一番熱かったです。僕個人的にはやっぱり4個目の、ね、松下選手のレースが一番印象に残ってます。もうこんな撮影してるからお前これ準備してただろうって思うかもしれないですけど、この日は絶対生で見ようと思ってたんで。なるほど。僕はちなみにあのオリンピック選考会 の4個目の日に見に行ってて、あのちょうど瀬戸大也が最後刺されたのを見たんですけど、いやあれを見てたから、ね、300ターンした時点で、まあ、マルシャンはもう無理やから、うん、他の選手との並びを見て、おこれ松下君行ったわって思ってました。僕はこれ絶対行くわ、メダル色は分からんけどメダルは取ったと思って、確実にメダルは取るだろうなと思って見てたんですけど、最後ね、もう驚異的なスパートで、まあでもそれでも日本選手権の最後の方が早かったかな、56秒7とかだったんですけど、今回57秒頭だったと思うんで、まあそれを見てたんでなんかちょっと安心してて、300ターンしてもう取ったと思って、多分あの僕だけじゃなくてあの会場で見てる平井先生もそう思ったと思います300の時点で取ったなって多分口にしてたんじゃないかなって勝手に予想してます。初日から扱った扱ったねかな、それが一番扱ったレースかな、個人的に。ユージは見てないとはいえ、そうレース自体は見てないけど、やっぱり自分の50フリー専門種目を、まあ、一番楽しみにしてて、まあ好きな選手がマナズ、体がやっぱごつくてパワフルだし、ずっとメダリストっていうところもあって、で地元開催、メダル取ってくれたら熱いなって思ってたら取ってくれたんで、もうマジでよかったなと思う銅メダル、ね、まあまあマナズもプラウドの感がでかいですけど、やっぱり負け声だったのか、なんかやっぱ細身が勝つで世の中ってかフリーなのかなって思ってしまう部分はあって、ただその中でもね一番でかいか、なんか横幅的になんかラインナップ的にはいやマナブル、マナブルプラウドの方がパーツはでかい気するけど、体幹とかはマナブルのでかいのそう、なんか体幹でかい、すげえごつい、やっぱごついスイマーにかっこよさを感じるからまあで、ずっとマナズのねダイブ、スタートテクニック見てたし、まあ、ドレセルもに勝ってほしいなとは思ってたよ。ドレセルは今回からかちょっとね、パッとしなかったなっていう感じでしたけど、どうかなって思ったけど、やっぱ負けボイ、負けボイか、負けボイも好きではスタートすげえ綺麗だなと思ってるし、泳ぎ方も丁寧で、結構なんか無駄のないスタートって感じだよね、なんか予備動作が少ないマナドゥのドーンって感じなんで、シュッて入ってくる感じ感じです。皆さんも気になったら見てみてください。50が一番良かったなと、やっぱり僕は50だったと、じゃあなんか勉強になったね、やっぱオリンピック、まあ、世界水泳とかでももちろんありますけど、今回の泳ぎのテクニック、ポイント、あ、ここ勉強になったなっていう点があれば。これ結構あのレッスンでも言ってることなんで結構有料級です。僕が分析したその4種目 そのパーツパーツで、僕は今回プルの部分にすごく着目して今回の
レースは見てたんですけども、クロールのところはブラインド側、呼吸してない方向ですね。呼吸してない方向の、皆さんこうよく教科書とかね、あのいろんな方が言ってるのって、指先から入水しましょう、これが多分もうあのセオリーだと思うんですけど、そうじゃないんですよね。電気の選手、あのハンテンナク選手もそうですし、ムフリで勝ったホホフ選手もそうですし、まあ、他のトップの選手も結構共通して、あ、この人たちと共通してこういうテクニックやってるんだなって思ったのが、指先が一番最後に入水するんですよ。指先が一番最後、ここから入水するっていう意味ですよ。肘から、そうそうそう、何、上腕から、上腕だね。上腕から入水して最後に手が入っていくっていうのが、あの共通してやってるテクニックなのかなっていうところで、なんかこうローリングを一番最初に考えちゃうと、こう絶対指先が入った時に、まあ、ローリング始まっちゃうっていう感覚だと皆さん思うんですよ。そのピークをフィニッシュのタイミングでずらしてるみたいなイメージですよね。入ってここで入るみたいなイメージです。最後の最後、2段階ですか。2段階、これめちゃくちゃ難しいなって、やっぱ見てたらそう思うけど、そのフィーリング感覚が多分、それをあのテンポでやるってすごいなっていうのを思いましたけどね。そこが自由形の一番注目して見てたポイントなんで、やっぱり僕の仮説ではフィニッシュとエントリーのタイミング、まあ、ここは多分スプリンターの基本だとは思うんですけど、うん、あのフィニッシュが入った時にまだ手が入水してないんで、言ったら浮いてる状態じゃないですか。だから正面から見た図がこんな感じに多分なるんですよ、ね、うん、でも指先から入水、まあいつも皆さんが思ってる入水だとこんな感じになっちゃうんで、手の位置が下がってるね。そうそうそう、だから水がもう浮けちゃう状態でフィニッシュに入っちゃうからブレーキになってるのかなっていうのがすごい思うので、ここ改善するだけでもジュニアスイマーやマッサージスイマーの方はちょっとね、筋力的なところが難しいかなと思うんですけど、やっぱキックが必要ですね。キックで浮かしてるっていうわけじゃないと思うんだけどね、僕の感覚ですけど、上半身の使い方が上手、胸郭からこう綺麗に回ってるからここで我慢できるのかなとか、マケボイ体操を取り入れるし、やっぱりここら辺の柔軟性が必要なのかなと思うけど、キックができないと多分足まで浮かないもんね。引き上げの感覚は伝えるの難しい。なんかその人の体を見ないと、言葉で伝えるの20秒30秒ぐらいで入ってまとめるのは無理だな、でもそういうフィーリングで指じゃなく、脇入水で上腕から入っていくイメージで、それと共通するところでバタフライも、ね、ちょっと前にあのウォルシュ選手がアメリカの、ね、世界記録で泳いでたんですけど、あのネットではなんか犬並木みたいな感じだとか言われてて、こう手が最後に入水するっていう感じで、優勝は流してる。そうですね、今回勝てなかったんですけどね、でもあの男子でもそうなんですけど、ミラとか、まあ、ああいう選手のリカバリー見てても、やっぱり手先がこう指先から入水するっていうのがほとんどなかったですね。このクロールと同様で、もう本当に上腕から入っていて手が最後まで残ってるっていう状態の選手が多かったんで、そこからキャッチに入ってっていうのが今のワールドスタンダードになってきてるかなっていう印象がありました。脇入水、脇入水でいいの、脇入水っていう手が最後に入るっていうイメージ、フリーはブラインド側、フリーはブラインド側、呼吸してる、してない方ですね、ブラインド側。バッターはどっちも、バッターはどっちも、はい、が僕の注目しているところです。バックに関してはまあ、やっぱりエントリーとフィニッシュのこのタイミングがバッチリあって、ね、上がってくるときここでキャッチがちゃんと入る、まあ、これは僕自身もなんですけど、やっぱり感覚で
やってて間違ったことをしてたなって思ったんで、今ちょっと修正して取り組んでるところなので、ハンバーグ期待です。以前よりもスピードが出るところをお見せできるので、ついます、ついクリームを5秒切ります。ついついに、ついに切ります。ブレストに関しては、まあ、さっきもね、あの1グラム59秒0で決着だったんで、あんまりこうパッとしなかったって言ってたんですけど、それのところに着目してみると浅い位置なんですよね。こう書き込んでくるときにこう結構こう手が下がっちゃう方って多いんですけど、この深くなった時点で受ける抵抗ってめちゃめちゃ大きいんです。前腕部分、前腕部分でこう、はい、大きいですよね、画面見てて、うん、で、あの人たち上手いのはこう横にスライドさせてこのまま浅いところで集めてくるみたいな感じで、こういう感じです。さ、僕が最初言ってたのはこんな感じです、うん、深いですね、浅く描くみたいなイメージ。やっぱり肘が立たないと無理。そうだね、こう開いた時にこう綺麗にこう肘が向かないと、なかなかこうここから浅いところで集めてきてっていうのが多分無理だと思うので、ここで抵抗を受けちゃう方っていうのが多いのかなっていうのは、あの指導してても思うポイントなんで、あの実際にそれを僕の指導してる方に試していってるんですけど、みんな結構ハマるんで、で状態も起こしやすくなったとか、リカバリーの時にこう重たくなくなったっていう方が結構多いんで、そう、深いところになっちゃうと、この集めてきたリカバリーに入る時に手が下がるんで、ここで重みが感じる方が多いみたいで、僕ら体でねこう起こして無理にこう、ね、手の位置多分調整すると思うんですけど、それができない方っていうのは、あの浅いところで集めてきたら割とリカバリーしやすくなるのかなと思うので、ぜひ試してみてください。ありがとうございます。また詳しく別動画で聞いていきたいと思います。はい、じゃあ偉そうにはなると思いますけど、今後の日本水泳界について一言物申してくださいよ、マリ先生。まああのーね、いろんな話が出てますけど、まあ実際に水連が赤字になってたりだとか、ね、僕らもこう水泳を生業にして仕事をするものとして、やっぱり今後どうしていかなきゃいけないかっていうのを、やっぱりあれですよね、こうジュニア世代の強化に重点を大きすぎてしまってる。小学生で勝たしたい、あなるほど、中学生で勝たしたい、高校生で勝たしたいで、結局ジュニア、世界ジュニアとか行ったら、まあ、アメリカには勝てなかったのかな、前回も岡留くんの、うん、あのインスタグラムみたいですけど、あの世界ジュニアでもアメリカには負けたけど日本はいいでっていう話で、ジュニア期にそれだけ強いのに、どうして深夜になった時にそれがついてこないんだろうっていうのを考えると、うんうん、やっぱりその自分で考えられる選手を作れてない、そのコーチがいないと結果が出せない、だからグレーになっちゃってるんですよね、コーチがその人に対しての、はい、コントロールしちゃってるのかなって僕は思うので、だから大学生になって、じゃあそこまでで、まあ、もちろん中京大の例でいくとあれなんですけど、僕なんかもあんまりこう、ね、自分のコーチ悪いこと言うわけじゃないですけど、あんまりそのテクニックとかってちゃんと教えてもらった記憶っていうのがそんなになくて、うん、で、ジュニア期そういうふうに過ごしていて、じゃあシニアになったタイミングで自分で泳ぎをこうやって考えて、でまさに今こう考えてみんなに伝えるっていう仕事をしてるんですけど、だから僕はそうやって成長できたんだなって今思うんですよ。でも今の子たちって中学生とかでも50秒とかで1振り泳ぐ男の子がいたりとか、50の枠で25秒で調整泳ぐとか
ジュニア期で言ったら僕らの世代でそんな奴らがいたら大変じゃないですか。だからそういう子ができてきてるって、まあ、周りのやっぱり情報の進化もあるとは思うんですけど、そのここで勝たさなきゃいけないとか、やっぱりその日本コーチやってたんで JO で勝たさなきゃいけないとか、そういうプレッシャーばっかりにとらわれてしまって、こうやっぱり本質、じゃあその子をどういう風にしてあげるのかっていうのを考えられてるコーチがやっぱ少ないのかなっていう印象ですよね。ここばっかりでも本当難しいよね。そのスクール的な目標課題は卒業課題とか JO とか、まあ、全中インハイってなってきたら、みんながみんな社会人マスターズやるわけじゃないからね。早い段階で結果を残したいってなったらジュニア期でどんだけ追い込むかではあるけど、うん、海外の教育方針、それこそ世界ジュニアで日本が勝てるっていうのもあるように、あのこの僕のレッスンっていうか、ここの体操教室に来る子で、この前グアムの子が夏休み帰省中、日本人の母親で、うん、今グアム在住っていう子が来て、どういう教育を取ってるんですかって聞いたら、やっぱあの季節ごとのローテーションで、うん、スポーツ部活動を変えていくから、なるほどやろ。そう、冬はまあ言ったらスキーとかスノボとか、まあ、そういう系になったり、夏場はアメフトとかサッカーとかやったりとか、まあ、サッカー野球みたいに変えていったりして、一つに絞らない時期を作ってるっていうのは僕も昔から知ってたし、昔の選手で好きなスクーマン、ローランドスクーマンとか南アフリカの選手はボクシングやってたりとかして、水泳に絞ったのも高校からかな。絞っていく、だから最初はそんなに速くないけど、どん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 絞ったら結果が出るみたいなのが海外のスタイルなんで、まあ本当どこを目指すかが難しいけどね、スイミングスクールはやっぱ全国大会輩出すれば会員数も増えるしとか、経営的なところもあるだろうし、そうそう、なんか会社組織で動いてると、その個人の目標とか、ね、この子は大学生までゆったり育ててとかね、やっぱそうも言ってられない現状がね、今の日本の水泳界にはあるのかなっていうところもあるんで、あとはね、どれぐらいの今までの育て方がそれできてるから、それで成功してきた人が今上の方のコーチでいらっしゃるっていうことは、まあね、やり方は変わるにしてもこういう強化も仕方がいいんだよって、やっぱり下のコーチもそれを聞いて育ってきちゃうんで、だからなんか新しい風というか、そうがやっぱり必要なのかなっていうのが、まあね、これきっかけじゃないんですけど必要なのかなっていうのは思いますし、あとはね、PR の仕方をもうちょっと推し、なんていうんですかね、日本の PR の仕方をもっと変えた方がいいんじゃないかなっていうのは、というと、まあ、まあ、今回 100m のバタフライで代表に決まった平井さんっていたと思うんですけど、平井さんの方がね、まあ池江さんも何かと話題になりましたけど、平井さんの方が早いのに池江さんの方にばっかりこうメディアはフォーカスして、まあ確かに数字を持ってる、もともとまあある程度認知度も高いし、そっちの方が使いやすい、メディアとしてもね使いやすいのかもしれないですけど、じゃあその水泳ファンを増やすためにそれって合ってるのかなっていうのが、で結局松下君銀メダルのことじゃん、全然誰も注目しなかった、ね、何にも注目してなかったみたいに言われてるけど、僕らからしたらもうこいつは行くだろうなみたいな、まあ、間違いなく候補の一人だろうなっていうのは思って選手権も見に行ってますし、だそのなんていうんだろうな、みんな水泳を知らないところを知っていってもらうための努力が必要なのに、メディアはやっぱり有名な人を出して記事読んでもらって、まあ、デジタル版とかがここから先有料で読めますよとかいろいろあると思うんですけど、でもそういうのに目先の利益ばっかり 取っちゃうんですよ。だからそれがやっぱり今の、ね、日本の現状というか、でなんかメダル取ったら有名になったねみたいな、じゃあこの人クローズアップしようかな、それじゃ遅いんですよね。もっとだから広い視野を持って
その水泳と向き合ってくれる、まあ、記者さんなのか、ね、その広告の媒体はちょっと分かんないですけど、なんかそういったところもやっていくべきだと思いますし、あとは、ね、日水連もこう予算が、まあ、ちゃんとした話は分かんない、僕も聞いた話だったりとか本当か嘘か分かんないですけど、予算が少ないからその、ね、国内組と海外組と分けて合宿したりとか、なんかそれってチームビルディングにもならないと思いますし、でじゃあ海外でやったから結果良かったのかとか、国内でやったから結果良かったのかとか、その辺もちょっと分かんないですけど、ただその一緒の代表なんだから一緒にそこはやるべきなんじゃないのとかね、各拠点でやっぱり練習するって言っててもね、やっぱり帯同できないコーチ、いけるコーチにもねこう限りがあるんで、なんかそういうところもなんかもうちょっと見直せるのかなとか。オリンピックの帯同コーチ自腹やった、なんかそういう話なかったよ。コーチも出るでしょ、水田から。なんやったっけ、その帯同選手を出したらコーチ面倒を見るために本業をやりつつコーチをやるみたいな、誰かがそんな話しとったけど、オリンピック選手出したら、まあその会社がなのか日本がなのか、やっぱバックアップしてサポートできるようにとかはしたいし、あとはスポンサーを取れる選手がいないっていうのも一つ大きな、結構水連がその権利のところをこね持ってしまってるんで、自分で広報活動することも、そうそう、自分で SNS とか、こうやって僕らみたいに YouTube やったりとかっていうのができなくなってる現状があるので、だからね、なんでそれを良しとしないのかで、実際ね、日本選手権見に行ってもまあさすがにね、人気選手の決勝とかの時は埋まってますけど、埋まってるって言ってもでも空いてる席もちらほらあるぐらいで、まあ、アメリカの選考会 ね、すごいね、まあ、超満員で、予選から超満員ってすごいな。もう予選なんか日本の選考会スカスカですよね。僕この前見に行きましたけど、瀬戸大也選手が出る4個目の日ですらそんな感じだったんで、なんでもうちょっとなんか上手いPR というか、選手個人でもそうじゃないですか、じゃあ身内だけじゃなくて、例えばインスタのストーリーに日本選手権あるんで見に来てくださいねとか、なんかそういうのを PR したりとかもう、なんか、まあ、結構その選手側からもね、意見たくさん出てますけど、そうやって言うんだったら、別に利益なかったとしても、そういうのも選手はそこね、僕らよりも影響力多分あると思うんで、そういうのを自分で発信したらいいのにとは、水連の悪いところばっかりじゃなくて、選手たち個人でもなんかそういうのをいっぱいやったらいいのにってすごい思ったりもしたんですけどね。まあ実際のところやってたっていう人もいるかもしれないんで、あんま強くは言えないんですけど、あれ記録よりもそういう認知とかそっちに何か意識を向いたって感じ。確かに、なんか見たっていう気持ちにもなれんかったしな、なんか薄まってきてるよね。でも僕らも水泳好きですけど、でもそれでもなんかこうなんか一生懸命起きてオリンピック見ようとか、うん、今回あんまりそうならなかったなーっていうのが、まあ、自分の好きな種目とかもあるんで、そういうのもあるかもしれないですけど、まあ、やっぱでもテレビ離れもあるし、だから SNS の方でもっとね、なんかメディアが協力して活動してくれたら、毎日 YouTube 触るだろうし、インスタ触るだろうし、で、個人のリアルな意見、声が聞こえたら、まあ、応援したいなって思うから、うん、なんか遠征先のね、観光、日本チーム観光してますみたいなのを載せたりとか、ね、この前も麻生さんがそうやって書いてましたけど、いや、でもそれはやっぱり日本の文化で、ね、楽しんでんじゃねえよと。気合い入れろって叩く人が絶対出るからっていうのが怖いんじゃない、海外とかはどうなのか知らんけど、だからそうやってこうリスク回避ばっかり取っちゃうんだよね。そうそうそう、なんかもう
そんなに行ったら感動するに決まってるし、僕らもこうやってね、試合の結果とか載せてますけど、絶対打ち上げ行ってますからね、あのオリンピック酒飲んで炎上したのもありますけど、楽しくなかったら結果なんか出ないんですよ。辛いじゃねえよ。そう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 、もう時代が変わってるんで、そういう頭の固い方はちょっと見直した方がいいです。僕らも全然叩いていただいて結構なんでいや、楽しくはマジで大事っていう、子供のやる気に関してもそう、大人のやる気に関してもそう。なんか楽しそう、この人見たいって思わせるなんかところとか、まあ、真剣さをそこでね、入れていければいいと思う。僕ちょっと大学の頃のあのブログで、あのみんなの変顔ばっかり載せてたら、やっぱり閲覧数はめっちゃ増えましたけど、アンチも増えました。やっぱり増えてくればこれだけ、まあ、保護者もなんかユージさんふざけてますみたいにしましたし、でもそれでも応援してくれる人、なんか他大学選手権行った時はいつもブログ見てますみたいに応援してくれてる人が何人かいて、あ、こういうやっててよかったなと思うからね。でもなんかやめ、ああいうの見てて不快ですとか言われたら、じゃあやめようかなと思うこともあったんで、誰かが褒めてくれなかったり、同期がもっと入ってやって言わなかったら僕絶対やめてたんで、アンチの声にまあ消されないように頑張るしかないですよね。てかもうアンチも含めてファンだと思うんで、そうそう、そのね、自分の時間使ってね、傷つけたり叩くわけですから、全然そういう人も巻き込んでいっていいと思うんですよ。だって野球とかプロ野球とかやばいっしょ。あんなクスーってやってね、ピー入れなんだけどね、球場で叫んでるおっさんとかいっぱいいるじゃないですか。でも野球ってあってメジャーなね、スポーツでね、某王選手なんかは、うん、ね、何十社をスポンサーつけてってしてるじゃないですか。ああいうふうに、なんて言うんだろう、ビジネスモデル自体をこうちょっと見直していく必要があるのかな、水泳も。まあ、北島さんがね、先駆者として、こういろいろ水泳が外に出るように多分やってくださったのを、すごいね、僕らも見てて思うんですけど、やっぱそこから先、じゃ誰も動かないのかっていうところになってるんで、僕らもちょっとできることがあれば、ね、僕ら程度の影響力かもしれないんですけど、ね、水泳をこうどんどんファンを増やしていきたいねっていう話は常々有事ともしてるんで、はい、すげえ健康にいいから、なんか僕的には楽しく健康であれと、そうです、自分もなんか、まあ、ベスト出てるし、楽しいから出てるなっていうのをすごい感じるから、皆さんもね、楽しんでやってもらえたらいいなと思いますね。記録ばっかを追うのはもちろん大事ですけど、そういう時期があってもいいけど、なんか工夫と変化がないと絶対ね、この情報にあふれた世の中だと飽きちゃう。いろいろ考えながらやってもらうといいかなと。うん、そうだね。あとは障害スポーツなんで、あの僕も今レッスンで最高齢の方93歳のおじいちゃんを見てるんですけど、88歳からなんとマスターズ水泳を始めたっていうことで、いつ始めても全然いいし、ね、でもちゃんと2回目でバタフライ呼吸できるようになった。器用だな、すげえ。いや、そういう方もいてるんで、ね、うん、ぜひこう、あ、なんか僕らの動画を見てこう水泳ちょっとやってみようかなとか、うん、ね、なんかちょっと水着ありながらちょっと探してみようかなとか、ね、思ってもらえたら幸いです。いろいろと熱い気持ちが爆発してますね。めちゃめちゃ喋らしたら長いからな、なりは。俺もう予定よりも完全オーバー、今何分だってぐらいな、ね、尺取りまくってすごい。まあ全然カットせずにノーカットで、ノーカットでいこう、ね、乗せて、あの見たい人はアンチが来たら勉強しよう。そうそうそう、まあ、いろいろお話ししましたが、ね、これがパリの総括で、パリの総括でございます。ね、素晴らしい。僕らも今後の水泳界に、貢献していくと、ね、うん、なんとか、うん、貢献していって、ね、水泳ファンが増えるように取り組んでいってまいりたいと思います。筋肉系水マンの先駆けになるのかな。
他誰かいるかな、まあ、筋肉で泳げる人って言ったらユージさんって言われるぐらい、ちょっと僕は頑張っていこうかなと思います。どうしよう、どうなります、うん、どうなります、僕ですか、はい、僕はそんなに結果はついてこないかもしれないですけど結果は悪いけど脳みそはでかい、頭でっかち系好きな、頭でっかち系でいいまあでも楽しんでね、自分の記録も伸ばせていけたらいいなと思うんで、テクニックが頭の中に入ってるのは誰にも負けないっていうところを心に持ちながら、知識情報系スイマー、はい、まあ、コーチとしてはできるけど結果はどうなるんだっけ、なかなかね、自分で体現するって難しいですから教えるのはうまいんで、いろいろまた頼ってください。はい、頼ってください。この動画が良かった方はチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、アンチコメントお待ちしてますので、はい、いろんな意見があってもいい、いろんな意見があってもね、いいと思うので、もう僕、私はオリンピックについてこう思うよとか全然言ってもらって大丈夫なので、僕らも返信していきたいと思います。はい、はい、それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ、じゃない、エクスペクト。